まあ、今の人はですね、まあ、改めて見るとこの鎖骨のですね、特にこの付け根ですね、胸骨とのこの付け根ですね、ここがものすごく硬くなってしまっています。で、その中で、肩という骨は実はなくてですね、存在しないんですね。鎖骨と肩甲骨がまずつながっている、そして、そこに腕がくっついている、この三密体を、まあ、肩と、言うとしたらですね、この、3つがやはりこううまく動かないければ緩んでいなければ、まあ、全体が緩まない、肩甲骨をその伸ばしましょうだとかいろいろあるし、腕をねどうのこうの、まあ、いっぱいあるし、このストレッチしましょうとかいっぱいあって、ですから腕の緊張も取らなければいけないし、まあ肩甲骨の緊張も取らなければいけないんだけども、まあ、今現代人やっぱりここがですね、この鎖骨の胸鎖関節が、まあ、一番硬くなっているような感じがします。これは私がね、今肘の緊張がねすごく問題ですよって言ってるんですけども、この肘の緊張がやはりここにこの鎖骨にねこうグーってものすごい、強い力をもたらしているんですね。ですからここがすごい緊張して癒着して硬くなってしまっています。でこの、鎖骨を動かすためにはですね、もう一つ戻ると、まあ、腕の緊張も抜かなければいけないし、生理的湾曲といってこの背骨のね、ちゃんとしたカーブをちゃんと作ってあげて、でここを緩めなければいけません。でここは、リンパが全身のリンパが集まるところであったり、心臓から、動脈が上がっていく動脈が上がっていくところであったり、まあ、ここに自律神経のですね大事な正常神経節が、まあ、人体の中の一番大きな神経節がここにあったり、まあ、胸腺免疫のね、中枢である胸腺があったり、そして、まあ、肺が、まあ、今回の問題でいうと肺がある。ですからここが動かないというのは非常にねいろんな問題を、作ります。そしてこの動かない理由は、腕の緊張にあるということで、腕の緊張も抜いていかなければならないと思っています。今回は、ね、鎖骨、特にこの胸鎖関節が、ガチガチで、大変なことになってるよっていう、感じです。で今、まあ、緩めることがねできて初めて、あ、僕はもうこれぐらいの硬さならもうしょうがないのかなと思ってたものがやっぱり違って、やっぱり硬くなってたんだっていうことが、まあ、動くようにできて初めて、気づきました。これが当たり前だと思ってたものが当たり前じゃなかったというね、そんな、話です。